ウィッグを ZOZO タウンで買ってから、あ、パリピタイム、ありがとうございます。えい、ユニクロ着る？あ、ユニクロ着ますよ。最近買いました、ユニクロでズボン。えい、ありがとうございます。そう、ユニクロも私自分で買うってなったらザラかユニクロか GU かパルコの中のどっかかですね。うん、あと最近は古着屋さんとかたまに行くようになった。まあまあ、寒くても服考えられん。え、ほんまに私もう上着はダウンしか着てないし、ほんと上着はダウンしか着てないし、もうズボンしか履いてないし、もう冬ってそうなっちゃう。葵さんがショールーム配信で長女のことすごく褒めてたよ。なんて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 なんでなんてもあるけど、なんで嬉しい。今朝早起きできた。できました。でも今日、明日か、明日の方が、明日はもう世界一早起き明日は世界一早起きをする日なので、そう、そう、明日は世界一早起き嬉しい。いや、全然世界一ではないですね、そう、気持ちは世界一ぐらい ここ最近で一番早起きかな。
冬の早起きは辛いよね。なんでなんだろうね。本当に冬、どうして冬の早起きは辛いんだろう。まだ夏の方がまず暗い。え、確かに結構それは心理についてると思います。それは心理についてる。暗い、それはでかい。絶対なんか暗いと夜っていう感覚になりますよね。暗いし寒いしね。私冬得意じゃないです。早く春、初夏が好きだ。春秋はもうめっちゃ好きなんですけど、初夏が好きだ。今気づいた。初夏が好きだ。初夏ぐらいの。春秋はなんか服、上着とかがまだ悩むけど、初夏もまだ悩むか。梅雨は好きじゃないですね。去年は秋どこ行ったって感じだった。え、本当にそう。本当にね、去年は秋がなかったですよね。びっくりしたよね。誕生日より春が好きです。嬉しいね。もうちょっとで私二十歳だ。私二十歳。ハリソテーション、ハリソテーション。あと2ヶ月切りましたね。なんか本当に自分が思い描いてた20歳、自分がちっちゃい頃に想像してた20歳じゃなさすぎて、そう、20歳って全然子供なんだなって思いました。ごめんなさい、今横のボタン押しちゃって画面切っちゃった。ごめんなさい。私二十歳、ハリサでしょ、ハリサでしょ。あ、二十歳。でも心もちゃんと成長してるよ、多分。本当ですか？30になっても同じこと思うと思うよ。え、多分そうだと思う。なんか多分さ、もうあんまり
成長しないじゃないですか。なんていうの、うん、劇的に成長することはないじゃないですか。めっちゃ身長伸びるとか、そう、成長期だと思ったから、多分これからはビビたる成長、なんていうんだ、だから30歳とかなった時もあらってこんな気持ちになりそう。ついに買ってなるよ、多分知らんけどね。ついに買、みんなもついに買ってなりますか？でもなるよね。私も二十歳になったらついにって思うもん、多分節目を迎えるとそうなるよね。ついに脱が、そうだよ。ちゃんの時と30歳の時とでも、で物の考え方は結構変わる。あ、そうなのね。確かに10年も経つもんね。食の好みは変わったな。私も変わったかも、入った時と比べたら。アナゴとかそんな、そんな食べたこともあるけどないぐらいの、お寿司屋さん行ってもアナゴ食べてなかったと思う、入った頃は。でもアナゴ好きになりましたね。チョコミントはずっと好きだったね。卵焼きは入ってから好きになった。牡蠣、牡蠣もずっと好きだったかな。どうだっけ、でも入る前から好きだった気がする。入ってから何が好きになっただろう。ウニ好き、あ、ウニ好きになりました。それは結構あれかも。だってまだサステナブル発売日にウニ食べたんですよ、企画みたいな、ニコ生の配信かなんかで。その時はウニちょっとなんかちょっと苦手というか、自分から食べることはないかもって思ってたんだけど、でも最近はウニホーレンとか好きですね。ウニホーレンとか好きだし、ウニがあったら食べます。それはここ 2,3 年の成長ですね。ウニホーレン食べたことない。ウニホーレンはとっても美味しい、うん、なんかまいちゃんもウニホーレンがめっちゃ好きで、そう、ウニホーレンを食べになんか鉄板焼き屋さん、そう、行ったりしましたね。ウニのパスタは、あ、そう、最近食べた、あのメールで送った
ウニのパスタ、あれ広島駅のとこですよ。一人で仕事終わりに食べた。広島駅の1階の なんていうのマッサみたいなMASSA みたいな S が2個あるスパゲッティ屋さん、んイタリアンみたいな。なんかそこに1回ふーちゃんと2人で行ったんですよ。でその時にそのウニのパスタとなんかをシェアして食べて、そう、そのウニのパスタが美味しすぎて忘れられんくて、そう、ウニほうれんのパスタみたいなのがあるの、めっちゃ美味しい、うん、あと言ったっけ私これ言ったかどうか覚えてないんだけど、私があの広島駅に好きなご飯屋さんがあって、でももうガチで好きだからファンの方に言ったらなんかお店で会ったりしたら気まずいじゃないですか、いっぱい行くお店だったらだから言わんとこうって言ってたお店があったんですけど、そう、それが広島駅にあるあのタイ料理のお店だったんですよ。そう、そこね潰れちゃったの、お店がねなくなっちゃったんですよ。めっちゃ悲しい。そう、タイ料理のガパオライスがめっちゃ美味しくて、そうなんです、2階にあったお店、そうそうそう、悲しい、でも広島駅の中にあるご飯屋さんはど全部美味しい、マジで外れがないです。私どんな気分の食べ物もあるからなんかすごいなって思います。なくなるなら教えてあげてほしかった。え、違う、私もなくなってから知ったんですよ。食べようと思って行ったらあれないじゃんってなって、そう、でも言うてそんな行けてないんですよね、3回ぐらいしか行ったことない。そう、駅にあるお店ね、そう、全部美味しい、本当にすごい。でもリアルに一番行ってるのは駅で塩なし担々麺ですね。塩なし担々麺はめっちゃ行ってる、うん、うん、駅にあるのはなんか武蔵坊ともう一個の店舗のダブルみたいな2店舗の味があるみたいなところなんですけど、そう、そこのごま味の一からを私は食べます。うん、マジで美味しい。なんであんなに美味しいんだ。牡蠣のバーみたいなところで一人で牡蠣食べるの好き。え、なんか2階のとこですよね。私もなんか、あー、もう57分、あ、その牡蠣のお店めっちゃ行きたいって思うけど行ったことない、行きたいな。じゃあランキング読みますね。あ、国松とのあれか。
20位ムムさん、19位まさひろさん、18位ホアンさん、17位武田だけさん、16位もや太郎さん、15位アッキーザラ大好きマンさん。おお変わった、15位まで読みますね。ムムさん、ホアンさん、武田だけさん、もや太郎さん、まさひろさん、ふうくろさん、ありがとうございます。14位千穂のふっくらアナゴさん、13位アツさん、12位シロウケンさん、11位ジムジムさん、10位ヨウイチさん、9位アッキーサラ大好きマンさん、8位バンブーホースさん、7位おいでませ元気さん。ラッキーセブン、ラッキーセブン。6位グリオティーヌさん、5位マサヒロさん、4位テリーピーさん、3位安藤さん。スリースリー、2位ズリケンさん、ツーツーツー。そしてそして第1位はヒュン、元気さん、イエーイイエ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 イ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。皆さん今日はありがとうございました。早く頑張って、頑張る。みんなも明日、水曜日か、明日はこれは自信ある。うん、頑張ってね。じゃあスクショタイム、あ、びっくりした、止まっ、一瞬コメント欄が止まったけん時間になったかと思った。スクショタイム、うん、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。今日もお疲れ様でした。またねー。いい夢。